2024年、護衛艦加賀がアメリカへ渡航し、F-35B 戦闘機の認証プログラムを行う中、艦首が、四角から台形へと改造された最大の理由は、一体何でしょうか？今回は、護衛艦加賀が F-35B 戦闘機満載化、艦首四角への変更は、いつ、物災害対策の現状と課題などについて見ていきます。実は、護衛艦いすもは、能登半島地震へ派遣されていませんでした。地震災害への対応の変化についても見ていきたいと思います。ところで、F-35B 戦闘機を艦載しての訓練は、2024年度見られるんでしょうか。日本では、2024年1月1日、能登半島沖地震が発生。正月モードに包まれた列島の雰囲気を一変させる緊張感が全国に走りました。阪神淡路大震災や東日本大震災と比較すると、地震の規模的には少ないものではありましたが、人口や地形の違いでしょう。被災地である能登半島は、山間部や海岸部に小規模な集落が散在するという地理的環境だったので、主要道路が寸断されたことで救援が遅れ、今も予断を許さない状況が続いています。合わせて断水や停電などの復旧も遅れているのです。こうした大規模な自然災害の発生に際し、自衛隊の部隊が救援に差し向けられてはいますが、一例を挙げると、海地最大規模の大きさを誇る出雲加賀護衛艦は今回は投入されていません。これについて、政府の災害対策の不備を指摘する声がありますが、出雲加賀護衛艦は大型艦艇なので、入港可能な大型の港湾設備が不可欠なのです。今回は、入港が不可能な地域ということです。そのせいで、物資搭載量や運搬手段としての大型回転翼機を、MAX 14機も運用でき、艦内には、充実した医療設備を、誇る出雲加賀護衛艦が物理的に使用できないというのが、なんとも心苦しいという意見があるようです。1日も早い能登半島被災地の救助と復興を誰もが望んでいるはずです。しかし、大型艦艦艇が、どんな事態にも対処できるわけではないという厳しい現実を、日本国民としては残念ながら受け入れざるを得ない状況なのです。個人的には、だったら、小回りの利く小型艦艇を多数投入して、まずは、人々の救済に当たるべきでは？なんて感じますけどね。能登半島沖地震では投入不可能な出雲加賀護衛艦ですが、1番艦出、元2番艦加賀の2艦は、現在も航空母艦化改修工事を行っている最中です。前述したように出雲加賀護衛艦は、現在の海上自衛隊の艦艇では、最大規模で基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0m。全幅 38.0m 間体を備えています。海上自衛隊の艦艇の種別を示す艦首記号では DDH と呼称されていて、前級であるヒュー型を拡大し、全通式飛行甲板を完備しています。最大5機の回転翼機の同時離発着が可能な艦艇です。今でこそ出雲加賀ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事は当然のように進められていますが、一番艦出雲が就役した年の2015年7月には、短距離離陸、垂直着陸が可能な戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化が報じられたのです。当時は、そうした報道を、日本政府は、否定するコメントを発しています。9年前とはいえ、海上自衛隊が、いわゆる固定翼機の F-35 ライトニング 2B 型を運用する航空母艦を保有することに大きな反対が巻き起こることを懸念していたと考えられます。これは日本国内における海上自衛隊の航空母艦の保有が一般国民のコンセンサスを得られていないという判断で発せられたものでしょう。すでに中国は2015年の3年前の2012年9月には最初の航空母艦となった遼寧を就役させています。ちなみに、この遼寧は、旧ソ連が崩壊したため、建設途中でウクライナが引き取ったものでした。中国は、使用目的を偽ってウクライナから入手したのです。このように、
日本を取り巻く外的安全保障環境は大きな変化がありました。これと前後して2012年9月、日本政府はそれまで個人所有だった尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島の3島を国有化、南西諸島方面の防備強化に舵を切ったのですが、この行動が中国に影響を与えたのは間違いないでしょう。尖閣諸島は1970年昭和45年9月、台湾の一部の団体が上陸し、自国の一部であるという活動を起こしましたが、現在の中国共産党政府は、台湾は自国領だから、尖閣諸島も自国領であるという前提で領有権を主張しています。こうした中国側の主張は、海軍力や海峡局の増強を行うことによって、2000年以降、着実に実力的にも強化され、尖閣諸島周辺海域への恒常的な侵入を繰り返す事態を招き、危機的な状況にもなっているのです。こうした状況を受け、2016年12月、日本政府も、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修を公表し、同艦を建造したジャパンマリンユナイテッド社に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を検討する動きを本格化させました。この時点で、尖閣諸島を含む南西諸島防衛に、日本政府は、出雲型護衛艦の航空母艦化へのコンセンサスを国民から得られたと判断し、その既成事実化を一気に進めたと言えましょう。2018年末に閣議決定された第30期防衛計画の大綱で、前述のジャパンマリンユナイテッド社に委託した研究結果をもとに、海上自衛隊の既存艦艇からのストブル機運用、つまり、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の出雲型護衛艦への搭載を規定路線としたのです。こうして、航空母艦化改修が決定された出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に対し、防衛予算が2020年度31億円、2021年度203億円、2022年度62億円、2023年度52億円という巨額を投入し、一気にその動きが加速させていったのです。そして2023年末に閣議決定した2024年度の防衛予算案では、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修費用として過去最高額の424億円を投じることを決定し、その大半を占める421億円は一番艦出雲改修に充てることになったのでした。二番艦加賀には3億円と一番艦出雲よりは少ない予算投入額となっていますが、これは加賀が出雲より先に2021年度末から2024年度末にかけての第1回目の工事で、最も大掛かりな監視甲板形状の変更工事をすでに実施済みだったためです。加賀は、すでに、2023年4月には、最も高額な監視甲板形状の変更工事が終わっていて、逆に出雲は、2024年度から開始される工事に、この部分を含んでいるそうです。現状では、2艦、ともに、2027年度を、目途に、すべての改修工事を終える予定とされます。一方、出雲型護衛艦が艦載機にする予定の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の取得費用ですが、2020年度が6機で793億円で、2021年度は2機で259億円、2022年度は4機で510億円、2023年度は8機で1453億円で、2024年度が7機で1282億円と計上されているそうです。この金額を合計すると、27機で4297億円となり、1機あたりの平均価格は159億円ほどになりますが、航空自衛隊では、全体で42機の F-35 ライトニング 2B 型の調達を計画しているので、残り15機も2025年度以降の予算に組み込まれることになりそうです。そして、2024年には、2020年度予算に最初に計上された F-35 ライトニング 2B 型6機が納入される予定です。配備先は、暫定的に、宮崎県の新田原基地になると公表されており、1個飛行隊が初めて編成させると予想されています。
出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、航空母艦化改修が2027年度までには完了するとみられますが、実際に F-35 ライトニング2B 型を艦内に収容するキャパシティは最大でも10機前後と言われているので、絶対数としては必ずしも多いとは言えません。このポイントから軍事的戦力として考えた場合、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空戦力は極めて限定的というのが実際のところで、航空母艦化という形容に過大な戦力投射を期待するのは禁物だと思われるのです。